ラジオこれで合ってますよね。うん、合ってる。みんななんとなく声やろ。これも連絡表向こう出したと思うんですよ。いまいち覚えがないね。オッケー。水友、畑と松代、ね、はい、うん、そう、みんななんとなく合ってた。自覚があるな。このメンバーだったらここら辺だ。カモさんバッティング素晴らしいですね。今日さ、手首痛いもんね。軽いバットにしようと思って、めっちゃ軽いやつにしたの。これでも追い込まれたらできるんだよ。すごい。100年ぐらい記録だよ。すごい、全然軽いです。あんなの、それからできるんだよ。ジガジーさん。年食うとジガジーさん。うわぁ、350円もうないぞ、あんなもん。すごく余分に払わなかんわ。300円もっとめくってくださった。なんかイメージ350円。500円ぐらいですね。500円ぐらいですね、もう時代が中古ということで。はい、700円。うわぁ、まあでもそれでいいですよ。まっすぐ待ちでいきましょう。あれは見てくるわ。作ろう作ろう。あれ？マジ？ユートルカーですね。あれあるんだ。結構曲がってました。曲がった。結構遠いなあれは。まあ、シド君、これ審判取れるぞ、私だって。お前じゃあ右。もっと上っすね。うん、その辺だと思う。その辺。うん。まあ、シド君、まあ、シド君。オッケーどうぞ。あ、やるよ。理想的な1点の取り方でしたね。いや、やっぱ達也が走れたらよかったな。でもさ、大学やるの多分1球、あーって思った球があったけど、ゴールしてくれました。実は僕も通案から見逃したボールやばいからね。ゴールって言ってくると思うんだ。いや、見逃したんだけど、スライクって言われたもん。やばいな、臭い球を振ってかなかったんだ。ちょっと取るようになって取るよね、多分。タカさん、ボール取ってきた。そうです、取ってきた。あ、すいません。あれです、やっぱ遠いね、あれ。ね、飛び出しましたね。うん、やっぱカードで選んだんで。高めからドローンを振り出すはボールっていう可能性があるから。どのスライダー通る？オッケーオッケー、どうぞどうぞ。どうぞね。やめてやめてやめて。さすが年末調整してくるね。調整。もう年末か。もう年末だ。残り5試合で帳尻合わせ。あと5試合しかないの？そんなもんだよ。5、6試合。ミスターオクトーバー。ミスターオクトーバー。なんだそれ。プロ野球選手が10月にこう成績を上げる。オクトーバーね。そこしか活躍しないんで。ないんで。次年度契約で。さあ一番いいよ。でも後半の失速し、あの失速加減で印象むちゃくちゃ悪くなるそうだな。お前いたっけ。うわ。オッケーオッケー。合ってるよタイミング。あ、次俺だわ。こんな風に行きたいと辛いんだよね。追い込んだよ。両方待たなくなってもいいんじゃないの。カーブも入るか入るか分かんないんだよ。
左から見るとね、うん、横にね、スーッと流れていくんで結構回るんですよね。なあ、あれすっげー、ピクッときたけど意外と遠いんだよな。遠いですよね。そこ、ボールに見えたんだよ。あの辺かって、あれ切り打てる気がしないじゃあ、ボールかって、これピッチャースタミナ残しとけよ。若干ボロクソやな。おお当たった当たった。オッケーオッケー、いいね、ナイスやね。これは右バッターに今日は右右も期待してもらうと左はセーフって言ったら打てるよね。セーフティーはあるかもしれません。よっしゃ、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 面白い。変な打球。